Chromium OS Google Chrome OS Google Chrome OS は Google が設計したオペレーティングシステムである Linux カーネルをベースにしており Google Chrome Web ブラウザをメインのユーザーインターフェースとして使用しているそのため Chrome OS は主に Web アプリケーションをサポートする2009年7月 Google はクラウド内にアプリケーションとユーザーデータを保管する OS として プロジェクトをアナウンスした。同年11月、ソースコードとデモが公開された。クロームブックとして知られる、最初のクローム o s ラプトップは2011年5月に発表され、最初のクロームブックは2011年7月に、サムスンとエーサーから発売された。クローム o s には、メディアプレイヤーとファイルマネージャーが統合されており、ネイティブアプリケーションのように動作する。 Google Chrome アップやデスクトップへのリモートアクセスが可能である。2014年から Chrome OS 上に Android ランチメフォー Chrome と呼ばれる Android アプリケーション実行環境を搭載したことで一部の Android アプリが Chrome OS 上で動作するようになり、2016年には対応する Chrome OS デバイス上で Google Play ストア上の全 Android アプリが実行できるようになった。当初はどんな OS でも動作するブラウザを使用しているため、Chrome OS の普及には会議的な意見もあったが、Chrome OS マシンが市場に普及するにつれ、オペレーティングシステムは単純にハードウェアと切り離して評価できるものではなくなってきている。さらに Chrome OS 上に Linux サブシステムを搭載し、Linux アプリを サンドボックス内で動作させることのできるプロジェクトクロースティーニーが進められており2020年9月現在はベータ版として一般提供されている。Chrome OS 上で動作する Android アプリケーションをデバッグするには Chrome OS 端末を開発者モードに設定する必要があるが開発者モードでは端末のセキュリティレベルが低下するという欠点がある。 Linux サブシステムを有効にすることで、Chrome OS 端末を開発者モードに設定することなく、Chrome OS 上で、Android Studio を使って、Android アプリケーションを直接開発、配置、デバッグすることも可能となっている。Chrome OS は、Google の製造パートナーのハードウェアに、プリインストールされた場合しか使用できないが、同等のオープンソース版の Chromium OS は、 ダウンロードしたソースコードをコンパイルすることで別のハードウェアでも利用できる。当初グーグルは Chrome OS の設計目標を提示するだけで技術的な詳細を発表しなかった。Google Chrome OS は Web の閲覧と Web アプリケーションの動作に適した OS として主に X86 や ARM などのアーキテクチャを採用したネットブックや デスクトップパソコンへ搭載される OS としての展開を想定している。11.6から14インチのノートパソコンを中心としながらも5インチのタブレットから60インチのディスプレイまで対応できるように様々な UI を準備している。Google が提供するもう一つの OS である Android は主にスマートフォンなどの小さい携帯端末に向けたものだがネットブックに応用する動きもある。 一方、Google Chrome OS はネットブックより性能の高いフルサイズのデスクトップシステムにも最初から対応すると明言している。Google Chrome OS はオープンソースライセンスに基づいて提供されている。上記のように Linux と Google Chrome および同社が開発した独自の Window システムが用いられるという。a s u s h l e t Packard、Lenovo。 東芝といったパソコンメーカー、アドビシステムズ、フリースケール、クアルコム、テキサスインストゥルメンツ、インテルといった大手 IT 企業が開発に協力している。Google Chrome OS は当初、Ubuntu をベースに開発されていたが、2010年2月に、現当 Linux のパッケージ管理システムである、ポーテージを使用するために、ベースとなる OS を Ubuntu から、現当 Linux に変更した。 2020年9月時点では Google Chrome OS は単体での提供は行われていない。しかし、オープンソース版の Chromium OS は単体で配布されており、http://chromeos.hexxeh.net スラッシュにて。 バニラビルズという派生版や http コロンスラッシュスラッシュ getchrome.eu スラッシュにて CROS Linux というものも開発されている。また Wi-Fi のサポートなどを追加した Chromium OS Lime Docker と統合されたカ a r i a s なども誕生した。2017年以降 Windows 7のサポート終了を機に 価格の安い Chromebook を導入する企業が増えており、Google Chrome OS が日本でも徐々に普及しつつある。ログインするためのアカウント作成はなく、Google アカウントを利用してログインする。Google Chrome OS の UI は初期状態で Google Chrome とファイルマネージャーと Google Play ストアがあるシェルフとアプリの全てを見れる。ランチャーで Android アプリ以外の多くのアプリケーションは ウェブアプリケーションという形で Google Chrome にインストールされ実行される。インストールしたアプリは Google Chrome にショートカットを作成してアクセスすることができる。使用するアプリは Chrome Web Store および Google Play Store にて配布され無料または有料で利用できる。アプリの登録は有料で Web Store 開発者は最初に5ドル、Play Store だと25ドルの登録料を Google 側へ支払う必要がある。2017年に8月22日には企業向けに運用管理機能を充実させた Chrome Enterprise が発表され、プリンター管理、OS アップデートの制御、盗難防止などの機能が追加され、24時間365日のサポートも提供されている。また、Microsoft Active Directory にも対応しており、 既存のアクティブディレクトリの ID などを使用して、Windows PC と合わせて一元管理可能になっている。詳細は Chromebook および Chromebox を参照。ありがとうございます。